かこんにちは、さゆたかさん、はい、プロ野球アジアチャンピオンシップお、日本ね、連覇で優勝という優勝の日を飾ったわけですけれども、岩田よかったなね、初陣もそうですし、ね、難しい顔してずっと座ってたけどさ、はい、やっぱ苦しかったと思うよ、いろいろ。いや、そうです、プレッシャーあったと思う。で、まあ、最初だったからな、はい、だからいろいろ慣れもあっただろうし、はい、まあ、監督業っていうのもやったことなかっただろうから、はい、それはやっぱ苦しかったと思うよね。そうですよね、うん、まあ、ほとんどが若手というところを起用しての今回の侍ジャパンだったんですけれども、はい、その若手の中でも今回 MVP 取りました、はい、門脇選手、ジャイアンツの、はい、サヨナラも、ね、放ちましたし、うん、まあ、守備もピカイチと。いや、やっぱ小園と門脇、二遊間、はい、これは一番の収穫だったというふうに思うよ。それ、あの井端監督もおっしゃってましたね、惚れ惚れする、うん、あの荒木さんとか、うん、はい、だからいいコンビが誕生したなっていうふうに思ってるし、うん、二人共通してる言えることは、はい、打てるんだよな、その二人が、はい、すごく頼りになるよね、これからも。そうですよね、うん、で今回は門脇選手の成長、はい、そして、まあ、どこがいいのか、そしてこれからさらに良くなるにはどういったことを課題にしていくべきかっていうのを、はい、まあ、同じ内野手の豊さんから語っていただきたいんですけれども、はい、今シーズン門脇選手というのは、まあ、彗星のごとくとか、まあ、ドライオンで現れました、試合数が126で、打率が2割6分3厘、ホームラン3本、83安打の21打点というところで、はい、最初出てきた時はバッティングが課題で、守備はいいけれども、うん、なかなか使ってもらえなかったっていうのもありましたよね。まずね、はい、守れるっていうのが大きいよ。そこでしたね。いや、だからそこに不安がないから、あと打つだけでいいじゃない、はい、だから打つのは、まあ、じわじわでもいいから来てくれれば、はい、でも今年のだから侍見てると、いや、バッティングも成長したなっていうふうに思うしね、うん、これはやっぱもうレギュラーとして、はい、まあ、来年から出てくるんだろうなっていうふうには思うけど ね、 ですよね。まあ、阿部監督も言ってるでしょ、はい、もう3人ぐらいのレギュラーしかいないという、はい、その中の1人は門脇だったからね、まあ、ショート門脇選手。そうだね、で本当守備が強い、肩もいいから、はい、ストロング門脇と、はい、原監督はあだ名もつけてましたけれども、はい、最初はそのサードだったりとか、はい、そういったところで出てきたんですよね。そうだね、確か、はい、いや、それはね、ボールに対しての反応がいいわ、反射神経が。まず反射神経、うん、もう笑っちゃうけど、はい、プロ野球選手でも打球過ぎてから手出してるやついるからねいや、いるよ、本当に、うん、いや、打球が速いからカーンと打たれて、取れると思ったのが抜けていってんだよ、反応が遅いって、はい、これ実際にあるんだから。でも門脇はそれを取るからね、はい、だから反射神経がいいっていうのがまず一ついいよね。なんかその大学時代かなのか、すごい練習をしてたのが守備の、その室内でテニスボールで投げてくるのを取るっていう、はい、ずっとその練習をしてたっていうのを見たことがあって、はいはい、テニスボールで取るっていうのは、もうより動きをスピーディーに近距離からしなきゃいけないとかあるんですか？それは危険性だよ危険性至近距離からやるから、高級だと危ないからテニスボールでやってたんだと思うけど、それはその取るというよりも反射を鍛えるためにテニスボールをね、至近距離から打って怪我をしないために、まあ、それはやってたんだと思うけども、至近距離からそのやるっていうのは、やっぱりその反射神経を鍛えるっていうことになるんですか？でも反射神経っていうのはさ、大体生まれてから小学校6年までに一生の反射神経がそこで決まるっていうんだよね。だから俺多分小さい時から反射系の運動はやってたと思うよ。うん、だから反射系がいいっていうことは球際が強くなるんだ、やっぱり、うんうん、まあそういうところの良さもあるし、はい、あとはやっぱ取ってからのスローイングがいいよね。肩強くて正確だわ、はい、これはやっぱ基本がしっかりしてるということ、うん、投げるという意味ではね、はい、基本がしっかりしてるんだよ。他の選手ももちろん基本ってあるとは思うんですけど、いや、あるけども、それだけの体の強さがないと、はい、基本に持ってっても投げれないんだよ。だから流れてしまうとかさ、はい、流れてここに手があるだけで、もう基本からずれてるんだよ。あ、そういうことなんですね。そうそう、だから左の足の前で取れって、はい、それなぜか真ん中じゃないよ。そうですよね、左、だってこうやったら不自然でしょ、はい、あ、こうですね、これが自然でしょ、はい、だから自然の形で取ってステップすることによって手が真ん中に来るわけね、うん、で真ん中で割って投げるから正確なんだ。これがずれてこっちになると、もう体が突っ込むしかないから、はい、だから正確には投げれないという、うん、だから基本がやっぱ詰まってる選手なんだよ、はい、
ただし課題といえばまだステップワークという意味ではやっぱセンターに行く、こっちはね逆シングルっていうのはもう一か八かで体の強さでいけるけど、はい、センター寄りの打球っていうのは足が邪魔するんだよ。はい、左足こう後ろにあるでしょ手が、はい、そしたらこのステップワークっていうのをどういうふうに使うのかっていう、まあ、細かいステップワークとか、はい、そういうものが必要になってくるんだけども、まあ、そういうことさえしっかり習得すれば一流のショートになる。まあ、今でも一流だけど。そうですね。その肩の強さ、スローイングのその正確さ強さっていうのはどういう訓練とかで強くなっていくものなんですか。まあ、持って生まれたものもあるけどさ、はい、いかにそのキャッチボールをしっかり正確に低い球で投げてるかっていうことだけでも、はい、全然もう将来的には変わってくるんだよ、アマチュアの時って。だから工藤が宇都宮か、はい、かなんかとキャッチボールした時にもっと低く投げろってアドバイスした、はい、ね、高いキャッチボールっていうのは何の意味もなさないんだよ、肩慣らしぐらいで、はい、やっぱ低いっていうのは力がいるし投げるところの瞬間的なその爆発力が必要なんだけども、はい、それを門脇は持ってるって。だから門脇小さい頃のキャッチボールを想像すると山慣れなんかではしてないと思う。やっぱどんな遠くても低い球で正確に投げれるように多分やってると思う。あ、そうなんですね。親父が多分ね野球好きなんだよ親父と東京ドームに会っただけ。あ、そうなんですか。挨拶されて門脇乗って、いい息子さん持ちましたねって、はい、親父の仕事見たらさ、うん、なんかそういう器具の開発してるんだよ、うん、いやだからそうなんだ。だから体は強い。でも体が強いっていうことはそれだけ練習量をこなせるっていうことなんだ。この代表的な選手が鳥谷なんだ。いくら練習させても怪我しなかった。で、いくらやってもへこたれなかったって。はい、第2の鳥谷が門脇だよ。だから体が強いっていうのはそれだけで素質なんだよ、はい。やっぱりやらしすぎると怪我するとか、うん、そうなってくるとそれ以上超えていけないんだよね。うん、だから門脇っていうのは体が強い。丈夫な体を小さい時から積み上げてきてるんだと思う。だからあの子は成長すると思うよ。まだまだ、いや体が強いからいくらでもできるから練習が。そうですね、うん、あとあのやっぱ下半身が結構どっしりしてるじゃないですか、うん、そんな大きくはないですけど太ってるわけじゃなくて、あの下半身の強さっていうのはトレーニングなんですか。いやボールを1個取るのにどれだけの下半身を使うか、うん、でねしっかり下半身を使って投げる投げる、それを繰り返してたら必ずでかくなるんだよ。必然的にそうなっていくものなんです。自然的に。だから昔のその野球選手っていうのはやっぱそればっかり言われてやってたから下半身だけはどっしりしてたんだよ、うんうん、スタイルのあれ、ガニ股で、ね、だけどそれをこうセンスで賄ってきてるのが坂本勇人だよね。だからスタイルを保つじゃん。下半身が別にねこういうわけで、うん、でも坂本が使ってないわけじゃないよ、はい、これはやっぱもう飛び抜けたセンスがあるから。じゃあ坂本選手のショートと門脇選手のショートってタイプが違う。どう違うんですか。だから門脇は今の現役で言えば門脇が今宮だよ。あ、坂本が源田だよ。ははは、だから流れでやるっていう。あ、流れタイプが源田選手だったりとか。このスピード、体のスピードっていうか、はい、そのボールを取るスピードを使いながらあんまり下半身に負荷をかけないで流れでやる、うん、できるっていう、うん、今宮っていうのはこう決めがあるって言ったでしょ、はい、決めを持って投げれるから下半身を使ってるんだよ。だからどちらかが長くできるかっていうと、うん、坂本の方が長くできるんだよ。あ、そういうことなんですね、うん、バネがあるし坂本は坂本おじさんもう坂本見てると惚れ惚れするよな。そうか、豊さんはどっちかっていうとどっちタイプだったの。それはもう門脇タイプだよガチ俺のお前スタイル見てみろお前いやいや、そんなガチでとってだからスタイルは崩れるよ門脇も。これからどんどん、まあ、そのぐらいねかいやいや本当に。いやだけどまあそういうタイプだよね。なるほどね、うん、面白いな。また宮本とはまた違うんだよね。あ、宮本、宮本はその中間なんだよ。流れでもいけるし、うん、決めがあるしみたいな。どんなのこなせるのが。いやだからうまかったんだよ。え、じゃあ井端さんは。井端も中間だな。だ、でもどちらかというと門脇寄りだよ。あ、若干、うん、ただ門脇はまだグラブを必要以上に使おうとするんだ。でも井端は
鉄板のようなパンってもうこれだけだから、グラブお前グラブ使ってんのかっていうタッチの時ぐらいじゃないの使ってんのっていうぐらいにやっぱパンと取るの。なんですかねそれは、なんでなんですか。いやだからいつも取るところが芯で一発で殺せるから、だからそこまで行くと肩書きっていうのは、うん、いいないいな、 いいなでも明らかに今の日本、全日本というか侍の中の、まあ、ナンバーワンショートというか、まあセカンドやったけどね。あ、セカンドでしたけど、うん、今回はいや守備者としたらやっぱ門脇っていうのは、うん、慣れないセカンドやったからね、うん、一つエラーしちゃったけども、まあ、そういうことも勉強ねしていって、バッターランナーがどのぐらいの足でみたいな、うん、そしたら慌てなくてもいいよって、うん、大体こう左の方しかやってないから、うん、やっぱ取ったらすぐ投げなきゃっていうようなね、うん、そういう慌てたところがあったけども、はい、まあ、それさえこうクリアになってくれば完璧な守備者です。セカンドやりましたけど本来はやっぱショート向き、やっぱショート向きだな、うん、ショートサード向きだな、うん、こっちの方がいい。そうですね、レフト寄りの方がこっちにはね余裕がありすぎるんだよ、うん、で逆になるから、はい、使い方がまだそこには慣れがない、うん、まあ慣れないけどね、大体こっちやってた人。そうですね、いやだからやらしたらうまいですよね。プラスやっぱそのね、バッティングの方も後半になってからどん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 上げていってっていうのも何か掴んだんですかね。やっぱりね、体の強さがあるからあのそこか、体を止めるっていう動作ができるようになったな。だらだらだらもう回転で回転でっていう、だからバットのヘッドの使い方っていうのがそんなにうまくは感じなかったんだけど、はい、でもピタッと止まるようになって、バットが走ってからカーンと打つようになったから、それは強い打球が打て出したし、サヨナラのヒットでも体止めておいてパンと向こうに打ってるでしょ、はい、だから抜けていくよね。だからやっぱこう回転だけじゃなくて止めるっていう動作っていうのはすごく難しいんだけど、それが徐々に出来出してきてるという、だからバットのヘッドの走りが良くなってきてるという、はい、だから体が強いっていうのはやっぱりね、いい選手になる一つの条件だな。ですね、うん、大したもんだよ。そうですよね、もう親父に感謝しろって。いや、そういうふうに丈夫にね、そうですよね、丈夫な体に産んでくれてっていうことですもんね。まあ、今シーズンはその試合数だったりとか、その守備の位置によって、はい、ね、ゴールデングラブとか取れなかったですけれども、はい、ただ来シーズンはもうショート固定でって阿部新監督もおっしゃってますし、ゴールデングラブだって、いやもうね、うん、争いが激しくなるぞお前来年、うん、ショートだってショート門脇でしょ、はい、ヤクルトが長岡、はい、阪神が木浪選手ですね、木浪でしょ、はい、小園選手だってお前カリスだと分かんないからな、あ、中日のカリス選手、あんな動きお前忍者みたいなのパーンって動きするよお前競争激しいですね。いや激しい激しい、うん、であの DeNA は林っていうのをね、はい、まあ、ショートにするんじゃないかって期待してるんだけど、はい、あの子もうまいからね、うん、ショートはもう激戦だよ、激戦、あそこでゴールデングラブベストナイン取ったら大したもん、まあ、この今の時代そうですよね。そう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 、いやでもなんか門脇選手の守備は久々 の守備でこうお金を取れると選手というか、まあ、う見てて気持ちいいというか、うん、そういう選手がだからオージー・スミスみたいに出てってほしいよな、パパーンってバク転するとかさちょっと門脇選手に 何を求めてるんですか。いやいや、ショーじゃない、そうですね、ショーで、今ショーで、だからその1回の、うん、その呼び込みだけだよね、はい、その時のタンタンと身体能力見せるとかやりそうですけどね、うん、まあでんぐり返しでもいい、前前転で急に急にあらみたいな、ちょっとびっくりですけども、まあでもそのぐらい期待の持てる選手だね。そうですね、若手の選手でね、まあ、新たにショートで素晴らしい選手が出てきましたね。そうだね、はい、はい。